はいどうもラメリーです。あはハリです。ヒューマンフォールフラットのフォールガイズ再現マップです。ありがとう。前半の動画でいくつもの死を乗り越え何度も転生し、このカラフルな地獄を抜けてきた。しかしそれらは序章に過ぎなかった。なんだこれ。うわ出た、ロールアウトじゃん。奥の壁がちょっとこれクソ難しそうだな。でこれ乗って、あなるほどね、これ上がってくんだ。ほらこれ見て、これもう可愛らしい音楽とは思えないぐらいのこのさ、え、やばくないですか。やばい狭いとこありますよこれ。やべえやべえやべえ、終わりだ、この世の終わりだ。あ、でも見てこれ、ちょっと障害物がなくなるタイミングもある。これ行くなら今じゃない。今、あ、確かに、あ、今です、今ですよ。え、来ないですかラメリーさん。ハハルだけ死んでった。あ、まだ生きてた。ハハル頑張れ。あれ消えた。え、死んだ。え、ハハル死んだ。あるじゃないですか、リンゴ飴。あ、ぶどう飴。あれ、触っただけで死ぬんですか、あれ。リンゴ飴がっつり掴んだら死んだんですけど。え、あれ死ぬんだ。今までのとは違うってことだよね。うわ、怖、難しい。でもさ、これさ、なおさら二人で行くやつじゃなくない？一人ずつ行った方がいいよ、絶対。そんなことない。そんなことあるよ。いや、まあ、でもとりあえず行ってみよう。もう障害物がなくなる前に行って、真ん中あたりで障害物なくなった方がいいわ、これ。あ、やばい、積んだかも。登れない。あ、やばい、これ積んだ。積んだ。ちょ、ハワハルは？ハワハルどこ行った？死んだの？はい、はい、ここで掴む。お、復活できた。すごいすごいすごい。め、俺すごいよ、復活してるよ今。やばい、タイミングミスった。ちょっと、もっと待てばよかった。あ、やばい、これやばいかも。あ、死ぬわこれ。あ、あー、お疲れ様でした。これさ、フォールガイズって言っちゃダメだよ、難しすぎるもん、このステージ。確かに。障害物がなくなってから、はい、スタート。いいんじゃない、このタイミング。これどうですか、ハワハル来てる。これちょっとダメだ、後ろ見れないわ。やばい。大丈夫か、大丈夫か、ハワハル。俺めちゃめちゃいい調子だぞこれ。ちょっと待って、喋れねえ、集中するわ。あ、やばい、次やばい、これ乗れないかもしれない、やばい。今ハワハルちょっと見えた。ちょっと待って、これマジでいけるかもしんない。これちょっと待って、マジでいけないかもしんない。これ一旦戻るという選択肢あり？うおー、今戻ってます、一回戻ってます。戻ってここで掴んで復活していく。弱い、いける、いける、待って、いける、落ち着け、ジャンプを待って、ここでジャンプ。あー、なんだこれ。ちょっとズルしてもいいですか。どうやってやるんですか。ちょっと編集で8倍速になるかもしんない。もうそろそろ行けそうです。え、行けたんですか、あっから、あそこから。いや、もう行けそうなだけ、まだわかんない。いや、でもこれは行ったんじゃないでしょうか。行けた、行けた。すごい、ここだ。あー、行ける、行ける、行ける。くそ。もうダメです、このステージは。このステージまだあるよ。あ、これバランスのやつだ。シーソーですね。これも再現されてるんだけど、これ二人で行けるのかな。ちょっと行ってみるか。こういうのは真ん中から乗っていく。はい、安定しますね。じゃあ右担当しますね。担当、いや次左って、俺きつくないこれ。あ、痛い、ラメリーさん左、ラメリーさん左ってください。無理よ、もう無理、もう無理。ほぼ90度、ほぼ90度になってるから。左、いや待って、分かった、これ左の方めちゃくちゃ上げてダッシュで行くしかないわ。それしかない、行くぞ。おら、行きます。あ、なんか、え、右じゃないですかそれ。ちょっと待って、これさ、思ったんだけど、一人の方が簡単に行けない？ちょっと待ってください。オッケーオッケー、ちょっとこれ見ててね。こう、こっち側上げてダッシュして、ジャンプして真ん中行くとの方が簡単じゃない、これ実は。絶対これ一人ずつ行った方がいいよ、ほら簡単だよ。じゃあやってみてよ一回、これ多分一人の方が安定するから。オッケーです。紫からダッシュしてジャンプ、はい、青の真ん中行く、真ん中行く、バランスを。お、いいじゃん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 。で黄色来たら俺がもう片方行くわ。何ですかこれ。あ、はい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 、大丈夫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 。これでちゃんとほらバランスが整ってきた。ナイスバランス、ナイスバランスで、ここからもう行けるんじゃないですか。片方開けて、片方開けた状態でダッシュジャンプ、はい、いいね、いいですね。あ、
ああ、大丈夫だ。時を待とう。時を待とう。うん、待ったっていい。時戻さなくていい。ペコパ。あ、いいね、いいね。ありがとう。やった。ちょっと嬉しい。ハイタッチ求めてきてる。これでまだチェックポイントじゃないのか絶望的すぎるよな。はい、じゃあちょっと俺このまま右行くわ。右担当者です。あ、はい、じゃあ俺右担当します。左お願いします。ハワハル左の担当者です。はい、ナイス。はい、ナイス。はい、いいよ。え、これどうします？このシーソー乗ったらめちゃくちゃ傾くの早いからこの距離結構きついぞ。え、これ無理くらいですか？あ、わかりました。これ一斉に右と左に分かれて飛ぶしかないですよ。天才か。あ、なるほどね。こうやってどんどん真ん中から離れていけばいいんだ。緊張する。これなかなか息ができんだけど。あー、いいよいいよ。なかなかいい。え、飛んでいいですか？あ、行きますか。行きますよ、行きますよ。せーの、ジャンプ。よいしょ。あ、これいけます。ナイス。え、いいぞ。これお互い別々の場所だけど行くには行けた。やったやった。いいぞこのやり方。このやり方だったらいける気がするわ。はい、オッケー。まずはそれぞれのシーソーの真ん中に移ろう。はい、オッケー。これで紫のシーソーに一斉にせーのでジャンプすればいいんじゃないの？あ、合流。あ、確かに合流地点。そう、でもマジでこれぴったりいかないとどっちも落ちるからせーので行こう。オッケーです。行きますよ、せーの。あー、あー。ちょっと待って、ここで落ちたらもしかしてシーソー最初からだぞ。わかった。これさ、片方だけ上げてできるだけ真ん中の方にジャンプしたらまだ成功率高いんじゃない？あ、なるほど。あー、確かにそうっすね。え、あれってね、内側にダッシュですよね。そう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 、いきますよ、せーの、ダダ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 、ジャンプ。うおー、よし、乗った。いいよ。いや、これ本当に大丈夫か。おい、傾きすごくないか。これ掴んでる？掴んでます、掴んでます。よし、いいぞ、ギリギリなんとかなった。よし、やった、成功だ。ハワル、やった、成功だ。よし、できるぞこれ。このままクリアできるぞ。ついえだ。いや、真ん中来ないで、真ん中来ないで。ちょっと、真ん中来ないで。危ない。いい感じのとこいて、いい感じのとこいて、いい感じのとこいて。先生、興奮して近寄っちゃいました。興奮して近寄ったら死んじゃう。俺たち、近寄ったら死んじゃう関係性にある、今。これはお互いの道かですかね。そうね、これはとりあえず青と黄色にお互いジャンプしますか。ちょっと俺が飛んだら多分そっち上がるから、そのタイミングでジャンプしてください。お願いします。いきます。はい、ちょっと待ってください。ちょっと待って、え、ちょっと待って、行っちゃった。でも今そっち上がってない、いけない。やばい、行けてないです。取り残されました。ちょっと待って、俺も今めっちゃ絶対絶命なんだけど。あ、ちょっと待って、これさ、押したり引いたりしたら揺れるぞ。これワンチャンいけるのでは。あ、ちょっと今タイミング間違えたけど、わかったわかった、コツわかった。あ、すごい揺れてるよね。揺れてるんですよ。これ頑張ってこうやってやったらいける、一人でもいける。あ、すごい、やばい、もう攻略法見つけたぞこれ。めっちゃむずいけど。あ、すごい、え、すごい、よし、いったー、すごい、やば。ハンハル、これどうする？青乗る？いや、青乗ったらダメか。青に二人来てもしょうがないもんな。あー、いた、いた、いた、やばい。あ、あれ多分死んだな。あれ、ハウハル多分死んだ角度してるな。ちょ、伝授してください。どうやってやったんですか？ちょっとね、これね、言うの難しいんだけどね、押したり引いたりしてると、なんかいい感じの角度になる時があるんだよね。いや、どうしようこれ。一回俺も紫でやってみるわ。はい。ちょ、今ハウハル見えたけど、めちゃめちゃ絶望的なとこにいない。そっからはやばいんじゃない？ちょっともう真ん中らへんだったらね、こんな感じ、いけるんだけど。やばいなこれ。いや、そっからはね、結構きついと思うよ。いや、やばいなそれ。ジャンプできないポジションに来ちゃいました多分。ハワハル、さようなら。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。 Twitter、Instagram やサブチャンネル、バンドチャンネルは概要欄から飛べるからチェックしてくれよな。それでは次の動画でお会いしましょう。またね。いやでもね、これマジで難しいよこのステージ。こんな難しいステージ、俺二人でやる予定じゃなかったもん。わー、フォールガイズ大好きって言ってさ、なんかこのステージやり始めたらさ、心折れる気がしない？そうですね。あれ、なんかやることないからイケボになってません？決めちゃってません？たまにたまに決めちゃう病気なんですよ。よし、次行くか。次回、城之内シスデュエルスタンバイ。